はいどうも、リハビアタッキーです、今日も動画配信を始めさせていただきますのでよろしくお願いします。今回の動画は高齢者認知症ケア編2024版のガイダンス動画ということで、実は高齢者認知症ケアはみんなの問題であるということをですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。そもそもなぜ今改めて高齢者認知症ケアなのか、これを語る前提としてですね、まず現在の日本は急激な少子高齢化と認知症高齢者の増加に今直面しているという現状があります。で、認知症の問題というとやっぱり認知症を得てして高齢者の方が多いので、高齢者の方に応じるさまざまな障害ですとか、それから症状にどうしてもこう目が向かいがちなんですが、実はですね、その背後にはいろんな社会問題が含まれているということがあります。それがスライドの方にあるんですが、例えば詐欺被害というのがあります。誤った健康情報ですとか、それから悪質業者なんかのこういわゆる振り込め詐欺に遭ってしまって、例えば荷物が大量に家にこう届いてしまったりですとか、高額な支払いリフォームになってしまったなというケースが実際あります。それから失踪ですとか交通事故の問題というのもあります。自宅からあるいはこう施設からこう出てしまって徘徊をしてしまうということで、それからそれによって交通事故にこう遭遇してしまうということで、賠償ですとか訴訟問題にまで発展してしまうというケースも実際あります。それから就労ですとか雇用問題ということもあります。これは特に65歳未満の若年性認知症と呼ばれる方についてなんですが、認知症を発症したことで再就職を断られてしまったり、それから再雇用が難しいなどケースがあります。それから社会的なコスト、医療費や介護費の増加というところもあります。やっぱりこうなるとどうしてもこう医療費が年々こう介護費増加してますので、ちょっとこれまだ目処が立っていないというところがあります。それから介護者ですとか家族の負担というところもあります。やっぱり認知症発症すると周囲のサポートがどうしても必要にはなってくるんですが、やっぱこれ耐えきれなくなってしまって、例えば介護放棄ですとか虐待ですとか殺人にまで至ってしまうというケースも実際社会問題として挙げられています。つまり認知症というのは高齢者当事者だけの問題ではないということであります。家族ですとか周りの関わりのある人、近所の方まで含めて、子や孫の世代まで含めて、みんなが関わっていく身近な問題であるということなんです。で、そのためにはやはり認知症のことを正しく知る、理解するということが重要になってきます。例えば認知症になるとこう理解しがたい行動ですとか訴えが現れていることがあります。場合によっては周りからこう変な人と言われてしまったり、問題行動なんて言われてしまうということもあるんですが、これらの行為には必ずですね、背景、意味があるということがあります。これ例えばこういう行動は自己表出とか表現という言い方もできますので、その人の感じていることとか求めていることとか、困難さでのやっぱり思いをこう紐解いて、それを背後にあるものをしっかり理解するということが大事になってきます。つまり認知症の本質というのは心を閉ざして孤独となって、やがて周りの世界を拒むようになってしまう、それによる自己喪失こそが認知症の真の問題ということがありますので、やっぱり認知症の方をしっかり理解をして、無理のない範囲で結構ですので、共に生きる暮らすための支援というのが今後ますます重要になってくるかと思いますので、そのあたりをぜひ参考にしていただけると幸いです。で、そういった問題はありますので、認知症というのは進行してしまうと当たり前だったこう住み慣れた地域での生活というのがやはり制限されてしまいます。やっぱりで認知症というのはこれをしたら完全に治るですとか、必ずこれをやったら予防できるということは実際ありません。ただ明確な基準ですとか科学的な根拠というのはこれから今治療法、症状を改善するところを軽減するための研究ですか、検証がまだ続いているという実情があります。なので認知症ケアについてはまずできるものから幅広くで結構ですので、自ら選択決定をして前向きなこう気持ちで生活人生をこうより良くしようとする、それが重要です。
で、これを受けてちょうど1年前になるんですが、2023年6月に認知症基本法という法律が制定されました。これは認知症の人が社会の一員として尊厳を保ちつつ生活できる社会の実現を目指すというふうにされています。このチャンネルでもこれまでリハビリの視点からもいろいろ認知症ケアを紹介させていただいたんですが、各種医療介護サービスと連携連絡調整をする、あとは日常生活を営む必要な援助をする専門的な知識を有するケアマネージャーとしてのですね、視点も交えながら分かりやすく楽しみながら役に立つ動画というのをですね、今後も配信をしていきたいというふうに思っております。これで皆様の健康、生活、人生のお手伝いをさせていただきたいというふうに思っております。では具体的に何をするか、これもスライドの方に挙げました。まずは認知症の概要、リスク、症状に何があるか。認知症にはいろんな症状があります。中核症状、行動心理症状、いろいろなものがあります。これを解説をさせていただきます。それから対応で困ったり悩んでいるとき、どこに誰に相談して、どんなサービスを活用するのか、これは介護保険制度というところも踏まえてお話をさせていただきます。それから認知症ケアとして実際何がいいのか、いろんな視点から認知症ケアってあります。例えばコミュニケーションだったり、運動、それから食事、栄養、それから普段の暮らし、日常生活、環境、生きがいといろんな面から解説をさせていただくということを考えております。で、詳しくは各動画のサムネイル、いわゆる表紙の部分であったり、各動画の説明欄の方をご覧になっていただければ幸いです。で、この説明欄の方には動画作成の参考とさせていただきました書籍ですとか文献ですとかサイトの一覧も載せておりますので、ぜひそちらも一緒にご覧になっていただければ嬉しいなというふうに思います。今から2年前、ちょうど2022版ということで動画を上げさせていただいたんですが、その時からの変更点としては、より最新の知見ですとかデータを反映したものに各動画をリニューアルしております。で、全部で13回の構成になっておりますが、初回の今回のガイダンスプラス本編動画は12回ということで配信をさせていただきます。本編動画は土曜日の21時に YouTube チャンネル、そのダイジェスト版はですね、火曜日と木曜日の夜に TikTok と YouTube ショートで、さらに補足解説と質問を受け付けるライブ配信の方を TikTok ライブで日曜日の午後2時から行っておりますので、各動画の方ですね、参考にしていただいて、正しく深く学ぶ機会ですとか、実際行いながら役に立つものというふうに参考にしていただければ幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴していただきましてありがとうございました。ではまた。